冷え冷え冷蔵庫マン参上、冷え冷え。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日はですね、もうあれやっちゃおうかなと。2020年映画ベスト10、もう冷蔵庫マン的にね。もうなんで冷蔵庫マン的にかっていうと、なんかベスト10って映画 YouTuber の方は今年何本見たベスト10ですって言うんですけど、 Twitter とかは何本見たってたまに書いてあるんですよね。まあ30本ぐらいとかが多いんですけど、そういうふうにまあ書いてくれると、あ、30本中10本でこれなんだなってもう理解しやすい。今回冷蔵庫マン99本です。100本いきませんでした。めちゃめちゃ見逃してる。それでこれ選んでみました。まあね、今年迷って、いろいろ迷いました。迷いましたけど、まあ僕的ベスト10どんな感じかっていうのをちょっと見てもらえたらちょっと嬉しいなと思いますね。それでは行きましょう。第10位はこれ。劇場版鬼滅の刃無限列車編です。いやー、これはね、映画やる前にアニメを見た時からもう大好きになっちゃって映画を見たんですけど、実はアニメの方のあるエピソードのがすごく好きで、その次ぐらいこれなんですね。でもこれ2回見に行ったんですけど、もう日本一の興行収入になりましたよね。でこれはコロナ禍の映画も救ってくれた。鬼から人間を守る話なんですけど、実際にコロナから映画館を救った作品ということで10位にしました。これね、2回見てもね、同じ感情で見れるってのはすごかったですね、うん、あとね、いくらいろいろやっても歴代1位にはなかなかならない。あと子供から大人まで好きだもんね。こんなブームが、まあでもこれ、この映画が始まってからのブームじゃなくて、もう3年前ぐらいからのブームでしょ。一口で鬼滅の刃ブームとかっていう、そういうんじゃなくて、その途中にこの映画があって歴代1位を取ったという経過ですから、経過。これから楽しみな一本です。そして9位です。中国映画ボルケーノパークです。いや、最初ね、ジェラシックパークの丸ごとパクリ映画じゃないかと思ったんですけど、全然違った。本気ですよね。本気。アメリカの映画監督を呼んで中国が本気で作った映画。そしてさらに面白いのが、日本では B 級作品的に見るとめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いし、アクションシーンがもうワクワクしっぱなしなんだよね。エンドロールで杖風景とかをこう映してるんですけど、実際の火花とかこう爆発とかして、その後ろにグリーンバックがあるという、だから合成で、だから生身の人間が感じるものとそのグリーンバックでその景色とかがもうこう合体してるという、なんかアナログと最先端が合体したやつで、かなり楽しんじゃった。思ったよりも10倍楽しんじゃいましたね。いろんなところでパニックが起こるんですけど、それにも一つ一つドラマがあるっていう、そしてそのドラマも一個一個完結して最後に大きく完結するという、いやー、見事。見てない人はこれもうソフトが出たら絶対見て。そして8位、ファンシーです。邦画ですね。いやー、これとの出会いはね、衝撃的でしたね。広田監督という、それまで助監督、そしてメイキングでかなり長くやってきたんで、いろんな俳優さんと知り合いなんですね。そしてで満を持して作ったのがこのファンシーです。ひなびた温泉街で起こるバイオレンスとエロとファンタジーの3つが見事に融合されています。見事に。これは他のベスト10では見なかったです。出演してる女優さんが初めて映画に出て初めてそのヌードになってますね。で、別にヌードになる女優さんじゃないんですけど、その方はそれ以後いろんな映画、いろんなドラマに引っ張りだこです。彼女の活躍もこれからすごい期待してますね。これからの監督の次の作品とかいろいろも楽しみです。7位、韓国映画悪の偶像です。いやー、これはね、韓国映画っていろんな闇があるじゃないですか。その闇の深さ、種類、そしてそこまでに行く道のりとかがもう韓国映画面白い。そしてうまい。闇を
描く映画っていうのが韓国映画いろいろあったんで世界的にもトップレベルなんですね。そしてこの映画ですよ、闇が始まったらいろんな闇が重なって、それよりも大きな闇がこう覆ってしまうという、だから途中で話わからなくなってしまった。話がわからなくてもいいじゃない。だってさ、天才が作り出したものをすぐ理解できるわけないじゃない。わからないところもあるのよ。そういう天才をこう受け止めて、もうわからないところもうわーこれはすごいなという、そう僕感じてしまいました。悪の偶像、もうめちゃめちゃいろんな闇が重なり合って、もう深く深く沈められて、最後は溺れて終わるという。いやーでもね、ちゃんと見た後のあるものがグッとくるんで、これは見てよかったなと思いましたね。第6位はこれ。これはね、皆さん知らないんじゃないかな。僕はすぐ見て気に入って、まあ自分のチャンネルでも他のチャンネルでゲスト出た時も紹介してるんですが、実話を元にした映画です。ザ・ケイブ、サッカー少年救出までの18日間ですね。つい何年前かに、タイの洞窟にサッカーチームの少年たちが入ってしまい閉じ込められた事件があって、そして救出されたというニュースが日本でも流れました。それの映画化なんですが、びっくりした。実写で今まで1人2人何人かは実際の方が出てるっていうのがあったんですが、この映画半分ぐらいは実際の方使ってますね。そしてメインの役に実際関わった人が使われてるという、だから実写映画とドキュメンタリーの間に位置する映画のような気がしました。実写の映画化のなんかその向こう、公開的にはすごく地味になってしまったんですが、その向こうを見たような映画でしたね。そして第5位はこれ、ソワレですね。去年一番僕がいろんな人にプッシュした作品です。いやー最後のシーンやられましたね。これはね、見て確かめてほしいんですけど、それまでは普通にそういう映画だと思って見てたんですね。そして最後のシーンがあった時に、うわこの映画すごいわと。最後のシーンを見て、実際に冷蔵庫マンのネタをやる姿勢がちょっと変わったような気がしますね。この映画で、まあ、初めて存在を、今いろんな映画に出てる、映画テレビに出てるんですが、初めて存在を知った今宇遥さん、とんでもない女優さんじゃないかなと思いましたね。まだ若いんですけど、いやーびっくりした。どっかで共演できないかなと思いますね。あー、いやー素敵でした。村上虹郎さんもね、すっごい良かったし、これはもっとソフト出たら絶対見てほしいです。これいろんな人に勧めて、やっぱり半々ですね。あ、こういう映画なのねっていう人と、あ、すっごい良かったって人と、半々でした。半々です。やっぱり人に映画を勧めるのはすごい怖いんですよ。うん。だって僕の好みだもんね。僕が好みで、その時の精神状態といろいろマッチして、ああ、よかったっていうのがあるんで、もう勧めるの難しいんですけど、この映画は最後のラストシーンにもうグッと刺激もらって、いろんな人に勧めさせてもらいました。そして第4位。ブックスマートですね。こういうなんか卒業前夜のパーティーを題材にした、そしてほろ苦い青春を味わったり、いろんなそこで主人公が成長していくっていう映画はもう今までいっぱい作られてる、いっぱい作られて、僕もいっぱい作られてるから、まあそんなのもう一回見るのかなと思って見に行ったんですけど、まあパーフェクト。もう編集音楽がズバズバ切れてるわけよ。めちゃめちゃキレキレに入ってて、さらにそのキレキレがユーモアを持ってて、そしてだんだん時間が経っていくにつれて、本当に主人公の2人が今まで味わったことない青春をぐーっと味わうという、そして一つ大人になる。
いやこれは面白かった。さすがにこれベスト10に上げてる方たくさんいます。これネットフリックスとかいろんなところにあると思うんですが、ぜひ見てください。ブックスマート。そして3位です。ちょっと例外で日本にしました。まあなぜかというと2020年に公開された怪物映画2本なんですよ。パラサイト半地下の家族とミッドサマーです。この監督ね、まあ2人とも大好きなんですね、今までの作品とか。そして満を期してこの作品が2020年に公開された。もういろんなものが仕組まれて、いろんなものが計算されてる。だってさ、ミッドサマーが、まあ、死者で見た時に、え、これって一般の人受け止められんのと、めちゃめちゃ話題になったもんね。もう映画 YouTuber の方もめちゃめちゃ取り上げられたし、もうすごい話題になった映画ですね。パラサイト、パラサイト見た、パラサイト見た、もういろんな人に聞かれました。いやこの日本はね、怪物でしたね。そしてね、この日本をどこに入れるかでめちゃめちゃ迷いましたね。特別賞で1の上に2つ置こうかと思ったんですけど、いやいやそれじゃダメだと、もっとこれをあえて3位に行って2位、1位というのがこの2020年にあったっていうのを記しとかなくちゃダメかなと思いましたね。そして第2位、ジョジョラビットです。いや戦争ものをね、こんなにコメディというかユーモアにザク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 切り刻めるのかと思ったらね、もうすごいと思った。もう全てにおいて、脚本、編集、そしてカメラアングル、もうカメラアングルも足しか映ってないアングルとか、もう全てのシーンでアッパーカット食らってるみたいでしたね、笑いながら。いやこれは素晴らしい作品だ。ここまで作れるって神業だと思いましたね。第1位、これディック・ロングはなぜ死んだのか、A24 作品なんですけど、いやこのさ、こんなことを映画にして、こんなに面白くて、こんなに楽しくて、こんなに奇妙なんだって。そして見終わった後に世界中の誰もが持っているものをグッと突きつけられるというね。もうさ、もうほんとくだらないこと、くだらない打ち上げもいつもやることでさ、あることが起きてしまったりするんですけど、もうこういうくだらないことを映画にするっていう驚き。嘘っていろいろあるじゃないですか、もうあの必要な嘘とか絶対ついちゃいけない嘘とか、もういろんな嘘があるじゃない、いろんな嘘が。それを使って人間って生活してるような気がするんですね。その嘘がちょっとずれ始めたらこうなるという、もう見事な作品です。警官の二人組がいるんですけど、女性なんですけどね、これがまたしびれるぐらい面白いんだよな。おばあちゃんの警察官の言葉が見てるとき、あーなんだもう的外れて面白いなと思ったら、後半に行くにつれてそれが本当の真実だったりするのね。びっくりしました。本当にうまくできています。もう小さな作品ですけど、これはまあ愛すべき第1位ですね。いやー2020年こんな感じですね。まあその他にね、いろいろ、ちなみに基本このベスト10順位つけてますけど、どれも1位ですね。まあ10本選んだという感じです。まあ入らなかったもいろいろあります、いろいろあるんですよ。泣く子はいねえがとか、中野大我さんが見事にダメ男、そして最後そのダメ男の叫び声で終わるという、あれはな、響いたな。僕もねダメ男の方なんで、もう男必見ですよ、女性も必見。今日は長い時間見ていただいてありがとうございました、これからも映画紹介していきます。よかったらいいね、チャンネル登録も元気づきますんでお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえ。